じゃあ、サインの持ち方からいきます。まず親指をかけて、で中指、薬指、小指で握って、人差し指は押さえる。で、チキするときは人差し指で押さえて、ビシッビシッと手につけた状態でチキをすると。で、あと、出したときの親指の位置がこうじゃなく、こっちの方で、そうすると、そして親指を守るということで。ですね、これで親指を握る。あと打ち方、正面にやった方がいいかな。打ち方としてはこれからグッと手首をひねってきて、右肩の上から打っていく。で回し打ちをこっちから回して右から回して打っていく。で取り方はそのまま構え。はい、じゃあ今度打ち受け。打ち受けは鞘を内側に向けてこれで受ける。見えるかな。で外受けはそれをひねりながら外側にひねってこれで受ける。打ち受けはこれで受ける。で上段受けも手にちゃんとつけたまんまで上段を受ける。ですね。で、下段受けも手がまっすぐじゃなく受ける際の受ける側でちょっとひねって下段を受ける。で、受けはこれだけです。はい、じゃあ際の振り方。